にちは、ココチャンネルのココです。今日は宮城県大平村にありますインドパキスタン料理シャハジーに来ました。仙台になります。ここ4号線です。向こうが大崎市になります。前からすごい気になってたお店なのでココだろうと来てみました。それでは行ってきます。喫煙所がありました。わあ、おしゃれ。こんにちは。こんにちは。どうぞ。クロソモ。そっか。デカ盛り行くか。俺はね。ココ太郎がデカ盛り。ちょっとお母さんはスペシャルセットにしようかな。なんおかわり自由だったらな。いいよね。すいません。あ、はい、失礼します。はい、デカ盛りセット一つと、はい、あとスペシャルセットとマイスペシャルセットの違いって何ですか？マイスペシャルのスペシャルだとこちら4種類からになるんですけど、マイスペシャルだとこちらの16種類の中からに、はい、そういうことなります。店員さんとかはこの、こっちにないんです。あ、普通のメニューになっちゃうんですけど、このマトンカダイっていうのがあるんですけど、これ外人さんたちはよくこれ食べます。へえ、なんか辛いやつなんですけど。あ、ダメだお母さん。じゃあこれでいいか。あ、スペシャルセット、普通の、はい、はい、で種類ですかね。種類がこちら4種類、上から4種類になります。あ、はい、豆カレーと、はい、チキンカレー。チキンカレー、はい。あとこちらもなんかロティかライスが選べるんですけども、何の、あ、ロティとなんて違いは、ナンが発酵してて、こちらふかふかしてるんですけど、ロティ発酵してないのですごく平べったくて。すごく美味しいね。すごいね。すごい。何本できるんだよ。なんでこれ。最高だよ。いいくて。いいよ。これ何なんだろうね。よし。じゃあまず俺がいつものは。何ロティおかわり自由な。いただきます。すごいから。うん、美味しい。最高だ。豆カレなんかソーセージみたいなのちょうだい。え、なんでよ。これなんだっけ。ココ太郎に買いました。辛い。ねえ、お母さんにちょうだい。これ。なんか香りがあるの。これ玉ねぎ、これ何で揚げたんだろう。日本のらっきょうみたいな感じだ。
美味しい。うん、もちもち。なんでチキン食べないの？チキンもわからない。まあわかんなくないけど。ガザのすごいボリュームだ。これラッシュにすればよかった。マトンのカレーを食べます。美味しい。辛さが好きなタイプ。うん。なんかめっちゃ味濃ってね。母ちゃん、何ソースがいいよ、食べてん。お母さんもお腹いっぱいだ。お願いも。どうぞどうぞ。これとこれをテイクアウトしたいと思います。デカ盛りちゃったよ、これ。待って待って待って。ちょっとバリだけもらいたいな。何？迷う。いっぱい。いっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかすっごい続々お客さんが入ってきてます。